赤い方が本さんです。はい。で、青い方が、正しい方、丸してる方ですね。で、あえて一緒に書いてみました。重ねて、まあ、うん、私が聞いて、本さんの声を聞いて書いてるので、まあ、多少もしかしたらちょっとズレがあるかもしれないんですけど、こんな風に聞こえてますよっていう感じです、うん、はいはい。で、今日は給食、料理の仕事、28日、会社、丸い形、食堂に、かぼちゃ、コオロギ、これだけちょっと書いてみました。はい。で、まあ、コオロギとか何回か出てくる言葉は、うん、時々正しく発音できてて、時々ちょっとずれてるみたいな、ちょっとばらつきがありました。はい、はい、一つ目、給食からちょっと見てみますね。はい、この今回給食という言葉がたくさん出てきたんですけど、うん、赤い字を読んでみると給食っていう感じです。うん、給食、うん、なので、正しくは給が少し下がって、あとは上に上がります。給食、給食、うん、給食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 、うん。で、次、料理の仕事。ちょっと本さんのところ読むと、私よくちょっと間違いそうなので正しいところだけ読んでいきますね。はいはい。料理と下がるので、料理の仕事っていうふうに上がります。料理の仕事、うん、料理の仕事、うん、そうです。料理の仕事、はい。この仕事がいつも仕事っていうふうに、ちょっと極端に言うとね、仕事っていうふうになっていたので、仕事っていうふうに読んでください。はい。仕事。で、3つ目、仕事。うん。うん、3つ目が、28日。28日。そう、二十ってなりますよね。28日って多分読んでたんですけど、28日。はい、私はいつも二十って間違えますね。二十。うん、まあ、極端に20って下がりすぎると、ちょっとどっちかというと関西弁に近くなりすぎちゃうんですけど。はい、うん、でも28日ってなるとちょっとこう聞き慣れないですね。はい、28日、28日、うん、じゃあ例えば、うん、20、30、40、10だったら、うん、2とか1とか3とかちょっと上がって10は下がるという。あ、そうですね、うん、ということですね。はい、分かった。20、30、60、80、 OK、 はい、OK です。あ、はい、例えば、今30歳ですとかだったら30ってなるので、うん、30歳ですとは言わないですね。うん、30歳ですね。うん、まあ、なんか音聞くと音程のないようなまっすぐの感じですけどね。はい、難しいですね、ここはね。会社。会社、これな、多分何回も全文が何だったかな。会社、なんとかの会社、あ、徳島県の会社ってこういうなんか文になると、徳島県の会社っていう風に なってしまうんですね。うん、会社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 、会、会社、会社、うん。で、ここ3つ目、あ、3つ目でさ、ここ次ですね。丸い形っていうのすごく、難しくなかったですか？はい、丸い、丸い形。うん。あ、丸い形。本さんのは多分、丸い形っていう感じ。うん。だったんですけど、丸い形、はい。丸い形。丸い形。はい。形、丸い形、うん、丸い形、はい、
はい。で、食堂に。食堂に。これ食堂ってなってたので、食堂、食堂に。食堂に。うん。あの食べるところですね。食堂。食堂に。うん。かぼちゃ。かぼちゃ。かぼちゃってなってました。かぼちゃ。あ、かぼちゃ。うん。これコオロギ今回たくさん出てくるんですけど、最初の方合ってて、最後の方がコオロギっていうふうになってたので、コオロギ。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 ちょっと書くの難しかったです。これギが少し上がってるのかな。コオロギではないので、コオロギ。少し上がります。コオロギ。まあ、とりあえず子がね、上がるっていう風に意識してください。上からもう一回読んでみましょうか。給食。給食。料理の仕事。料理の仕事。28日。会社。会社。丸い形。丸い形。食堂に。食堂に。かぼちゃ。かぼちゃ。コオロギ。コオロギ。うん。OK です。コオロギ。